プロサッカー選手。ブンデスリーガ1、FC ケルン所属。ポジションは、フォワード。2004年、1、FC ケルンの下部組織に入団。その後一時期チームを離れたが2009年に復帰した。2010年、レギオナルリーガに所属する、リザーブチームに昇格した。2011から12シーズンより、トップチームに昇格するが、1試合も出場することは、なかった。 2012年5月、出場機会を求め SC、ヘイレンフェーンに3年契約で移籍。2013年夏、エールディビジンのヘラクレス・アルメロに1年間レンタル移籍。11月の RKC バーールバイク戦で、ハットトリックを達成。2015年7月、TSG1899 ホフェンハイムに300万ユーロで移籍。2018年1月9日、 2017から18、シーズン終了後に、シャルケ04へ、自由移籍で加入することが決定した。2020年1月3日、1、FC ケルンに、シーズン終了までのレンタル移籍2021年6月18日、1、FC ケルンへ、フリーで移籍2023年6月までの2年契約を結んだ。U-20 ドイツ代表として、 2010年9月に行われた U-20 スイス戦に出場した。2018年10月 UEFA ネーションズリーグのフランス代表戦でフル代表デビューを果たした。ありがとうございます。